他の人二人、こうやって、あの、話すの、見ました。あ、見ました。見ました。あ、見ました。<laughs> <laughs> はい。 わかりました。あの、ちょっと自己紹介お願いします。はい、多分、他の方、特に、高校生の方とか、はい、多分、やるむさんの動画を見るようになると思います、はいうん。で、私のチャンネルに登録してる韓国語の勉強してる人の9割が、高校生です。すごくないあの、いつも主婦多いって感じあるじゃないですか。はい、でも、登録者基準だと、10代です、みんな。はい、えー、そうなんですかうん、18歳が一番多いです。18、19。えー、すごい、同い年多いですね、うん。うん、なので、実際、勉強してる人って、チャットしないのね。 <laughs> コメントもしないし <laughs> 正直しない正直、はい、だからでもそういう人は実際多いので、はい、本当に勉強してる人が多分、はい、私のチャンネル見ながら勉強する人がおじさんが喋ってるのが多分見たいというよりは多分よるムさんがこれから本当にあの人たちの,、はい、あの最も共感できるところを喋ってほしい。はい うん、だから分からないところ、ほんとこれがこうなってるから分からない、辛い、楽しい、これは進めるとかっていうのを、本当にまあ普通に他の人が共感できるように、だから多分嘘ついたらすぐバレるよ。あの子絶対嘘ついてるって絶対言われるから。<laughs> うん、だから、そういうのをとりあえず考えて、あの、実行紹介をお願いします。十八、はい、18歳のガイドのヨルムです。はい、よろしくお願いします。はい、お終わり <laughs> 韓国大好きです。<laughs> はい、じゃあ、ちょっと待って、じゃあ、一つずつ。まず、韓国語って結構ストレートっていうのはわかりますかわかります、わかります。あの、自分が感じたことを結構すぐ言う。そして、あ、実行アピールがすごいです。はい。で、これが基本です。なので、日本の女性から見ると、<え>特にまあ、<え>恋愛だけの話になっても、韓国の、はい 男性って結構積極的なんかいろいろなことができそう、はい、自信があるっていうイメージが強いです合ってますか、はい でもそれ、基本です、基本。はい、っていうことは、こう、うまく説明する技術、けるっていうのは必要です。はい、あの、去年も多分、百日奇跡、多分見てわかると思うんですけど、はい、私が、こう、10代の方とか、今、高校生の方とかに一番ちょっとこう、プッシュしてるところがですね、まあ、タメ語使ってもいいし、はい、なるべく自分をうまくアピールをするのが欲しいです。なので、18歳です、北海道住んでます、よろしくお願いします、はい、韓国好きですはい、足りない。足りないです。もう一回どうぞ。はい <laughs> 18歳の,の好きな食べ物はハンバーグと 焼肉です。焼肉の何が好きですか。焼肉のタンが一番好きです。あ、そうなの、なんで。うん、脂っぽくもないし、薄くて、何枚でも食べれる気がします。あ、薄いやつ好きですか。薄いやつ好きです。いや、分厚いやつし、食べて死ぬよ、本当に。美味しくて、死ぬよ。高いけど。高いですよね。美味しいですよね。皮付きのサムギョプサル食べてみたいです。あ、まだ食べたことないですか。ないですないです皮付きサムギョプサルなんてよくわかります。

大げさで、よく、高校生とか、10代の方は、はい、 恥ずかしがり屋さん多いから、悪い癖がつきやすいです、<ー>正直で、はい。で、それをしようと思っても自分の顔を気にしすぎて、<っ>逆にほうれい線伸びたりするよ。だから、<laughs> 恥ずかしがらずにやった方が一番可愛いです、<っ>正直。サムギョプサルの食べ方もそうじゃん、はい、正直。なんか、韓国の人なんで可愛く見えるあんなに綺麗なのに、帰って食べるから可愛いじゃないですか、逆に。そう、そういうマインドにしよう。そういう、ね。やりました、うん。韓国にいつから興味を持ち始めたんですか韓国は、小学校の2年生、 くらいから、えーうん、もう10年前ですね。そうですそうですそうです。からが好きだったんですよ当時。ああ、じゃあそれお母さんとかの影響ですか？いや違います。 違います、違います。テレビとかですごいカラーが出てて、はいはい、で、その時当時流行ってたじゃないですか。うん、お尻ダンスね。そう,そうです、そうで、ん、す。それで、学校とかでも、なんか友達みんな好きだったんで、メンバー集めて踊ってました。<laughs> すげえ。踊ったんですか踊ってました。それ踊った動画ありますいや、ないです、えー。え <laughs> ななななんかないいい写真もない <laughs>、はい、全くああそういうのちょっと載せたら人見るのにえない本当にないないです学校でちょこちょこ休み時間にみんなで踊ってただけなのでああ残念ですね <laughs> <laughs> はい、あそれであのカラーが好きになりました次はきけはテレビですごいカラが出ててそれでめっちゃ可愛いと思って影響されて好きになりましたその可愛いと思った写真とかもし持ってるやつあります写真あカラーが初めて日本の「紅白歌合戦」出たんですよそれは今でもまだテレビに残ってます録画してあの私がこれずっと聞いてる理由がですね、はい、他の人がそういうの多分見たいんですよあ<ー>、うん、あ なるけどそれが私が言うよりヨルムさんが言ったら「はい、えー何私も見たいになるよ」<ー>そうだからそういう写真、うん、だから昔の自分の写真でもいいし、はい、こういう時から好きだったよっていうのがあればよくて好きだった歌手の写真とか多持ってるじゃん、はい、だからそういうのをゆぴィに送ってください「ゆぴりちょっともらっといて」<laughs> できるところまで <laughs> できるところまではいそれでそれで私はハらちゃんがすごい好きでした ンさんは大好きですか原さんは、ちょっと好きです。あ好きです。あの、あの,あ,の <laughs> あの、個人的な好みだからいいでしょ私はニコル好きなんです。はい、あ可愛いいですよね。ニコルはセキシーだよ。<laughs> 私、アハラは可愛いって分かるんですけど、はい、目と目が離れてる人あんま好きじゃないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。でも、ハンスニオンってめっちゃ可愛いんじゃないですか。はい、でも、あまりにも完璧すぎて好きじゃないんですよ。なんかこう。はい、なんか、ドライブしてる時になんかこう怒られそうな顔じゃないですか。<laughs> <laughs> なんか分かる <laughs> ハラはちょっとこう夜中に連絡が来てお兄さんちょっと今悲しいからお酒買ってくれみたいな顔じゃないですか。で、ニコルは本当にこう、平等でなんかこう、うまくなんかキャッチボールできそうな顔。 <laughs> 難しいよね。だから、だから好きだったんですよ。あ、そうなんですか、ねえー、で、絶対、そうなってます。そうそうそう。で、女性として絶対興味ないのが、ガンジオン。あ、ごめんなさいね。あジオンのペンのごめんなさいね。<ー>個人的、個人的。こう、私の話だよ、うん。はいはい。それで。タラちゃんの CD が。おー、CD、CD 出てる、CD。待って。おー、ほんとだ。持ってるんですね。そうなんですよ。そうだから、そうなんでしよ。<laughs> それわざ、そ,それわざとなの育つよ。いや 滑舌悪いんですよねあわ。悪いとかじゃなくてかわいいなって思ってでもわざとなのかどうかちょっと聞きたかっただけす。み <laughs> いません。いやいやすいませんじゃなくて聞きたかった。いや、ハラちゃんの指示かわいいしね。<laughs> うん バカにしないでください。バカに,にしたらバカにして、あの、やってみたら可愛かったのかなと思って。<laughs> ああそのラのあの化粧とかすごいいいよね。今のジェニーの化粧とかが全部そ,そっち系ですよね。おでっこ出したりとかが。うん、そうだからラってすごい人気あったんですよ、昔。どうでもいいけど、ハラってもともとヒップホップグループっていうのは知ってた知ってます、知ってます。ブレーキとか知ってたブレーキはちょっと知りません。 あのデビュー曲メンバーが4人の時パクソンヒがいる時あそうですよね1人そうですよねうんあの人が一番歌うまかったのにそうなんですかあごめんなさいソニーじゃないんだパッキュリパッキュリとキムソニかななんか2人いますよねギュリちゃんすごいお姉さんみたいでかわいいです私あんま好きじゃなかったんですけど今の顔すごい好きですギュリあ昔はそんなに好きじゃなかったんですけど今はすごい好きな顔してすごいおきれいになりましたよねインスタグラムとか そう,そうですねすい思いました、うん、で四4人だったんですよもともとラッキュ」っていう曲でいきなりこう人気が出るようにしましたう曲をすごい明るい曲に変えたのでああ「皇后さとかすごい明るい曲ですよねそう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 それでいきなり日本に進出するっていう感じになってて、はい、そこまで人気なかったんですけどポジションが少女時代がいたのであと「ワンダーガールズ」もいたし、うん、でちょうど日本に行ったら日本でこうなったよね<ー>、うん、それが10年前いい、ね、たぶんちょうどよるむさんが小学生の時ね、うん、そうですよね それでカラが好きになって、うん、その月はカラが好きになってそのあとからずっと韓国の土地とかなんか食べ物とかすごい好きになって韓国料理屋さんとか行ったりしてましたね韓国に行っていやあの日本の韓国料理屋さん韓国はずっと行きたいなってずっと思ってるんですよ韓国行ったことありますかないです あまだない？はい、おおおタルに韓国料理屋さんとかあるんですか？タルは韓国料理屋さん小さい韓国料理屋さんあるんですよ。でも札幌に で札幌がすごい韓国料理屋さんたくさんあるんですよね、うん、でそこでたくさん行ったりしてました<ー>コロナの前小樽っていうところに住んでいてちょっと韓国の文化とか料理とか、はい、韓国語勉強とか不便なところがあったら言ってください、はい、あまず「韓国語教室は見当たらない」いや 前は一つあったんですよ。うん、でも今多分ないと思います、うん。で、何歳から勉強してるんですか中学生の時に一回本を買ったんですよ。サンゴでできる韓国語っていう本を買ったんですけど。何語でできるそうなんですで、その本を買ったんですけど、カタカナで読むのが書いてるんですよね。で、それでずっと学校とか行って、 持ってって休み時間とか眺めたりしてたんですけど使わない単語が使わない文章とかがなんかすごい書いてあって、うん、時間が経つにつれ見なくなりましたで YouTube の韓国語のジンさんの動画とか見るようになりましたそれはいつからででですすか最最近近 YouTube で勉強をしよううと思ったのがもう最近ですか、はい 最近ね、そうです。そうです。そうです。うん、何でそう思ったんですか？やっぱり将来歯科衛生士の学校行くって言ったじゃないですか？で、それでなんか企業とかに入って韓国と携わる仕事がしたいなって思ったの,のと。あと友達とかお母さんとかと韓国行って。 行きたいんでですよでその時に喋れたらすごく便利じゃないですか便利。ってうん、うん、いうのとあと韓国人の方と話す時にやっぱり相手が日本語をちょっと喋れる人が結構いると思うんですけど本音で話したくて。 なんか、韓国語の方が喋りやすいし、うん、言葉とかも出てくると思うので、コミュニケーション能力を高めたいというか、なんていうか。ああでも一つだけ、ちょっと間違ってるところ訂正していいですかはい。はい、韓国の人はある程度日本語ができるっていう話を今したんですけど、はい。まあ今、若い人とか、韓国に行った人はみんな日本語できてすごいって言うんじゃないですか。それは日本人とか、日本に興味がある人が日本語を知ってるだけですよ。 なる,ほどなるほど。じゃあ、私のチャンネルに韓国に興味ある人と一緒なんですけど、はい、じゃあ、なぜ韓国人は喋れて、日本人は喋れないかっていうと、それは教育のもう情熱の差です。あ<ー>それだけです。そうなんです、ね。日本で韓国の勉強する人のパイを考えてみると、正直1割も勉強しないんじゃないですか、正直。1割大きいよ。1%パー、ントとかじゃない ?100 人の中1人いれば多いぐらいじゃないですか。韓国も一緒です。そうなんです、ね。そうだから、ヨルムさんが考えてる人は、ただ韓国人じゃなくて、日本に 興味を持っている韓国人だけですだから優しいに決まってます。うん理解するのに決まってる。でも何て言うやっぱり国際結婚、国際恋愛疲れるよ。こうなるよ。やっぱり違うよ。だからそれ違うんじゃなくて、それが、その中では合ってる方ですよ、それが。実際。だからこれは誤解しないで。百日奇跡に参加する人がすごく、まあ特典っていうか一番のメリットは、 そこです。あ勉強タダで教えてる、教えてくれるからやったみたいな。おたるにそういう人いないからやったじゃなくて、あの、本当にこう、リアルな文化とかを、まず理解をしてほしいっていうのが私の、まあ、本音。わかりました。私がヨルムさんを選んだ理由は、多分いろんな可能性と魅力があるからです、はい、正直。はい。 うん、他の二人には何で選んだのか理由を説明してないんですけど、ヨルムさんを一番最後の11時にした理由もあるし、はい、期待をしているのもあります。ちなみに、100日奇跡で一人だけ進行しようと思った時の、はいはい、その一人がヨルムさんです。そうなんですかうん。そうなんですね。だってそうなんです。大丈夫。ドンダミご <laughs> はい。その理由が、日本人の魅力、韓国人の魅力全部あると思って、 で、そして高校生の魅力もあって、大人の魅力もあって、うん、なので可能性っていうのが私が測ることができない人だった。そうなのであえて今日はこれ以上は言わないんですけど、そういう魅力は持ってます。はい、あのよく私、ね、私の動画いつから見てるかわからないんですけど、だいたいどのぐらい？だいたい最近毎日見る前にあのちょくちょく動画見させてもらってたんですよね。うん。おすすめとかに出てきてはい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 韓国語で検索をして見るようになった。 なりましたね。何ヶ月前まだそんなに経ってないんですけど、うん、1>, 1ヶ月くらいくらいだと思います。うん、くらいだと思います。はい、はい。なので私、私多分他のライブとかでも言ってるけど、そんなにちょっと年下すごい苦手なんですよ。これちょっと。<laughs> <laughs> 礼儀がないっていうか、ちょっと話が通じない人あんま好きじゃなくて、好きじゃないっていうよりは自分の時間の無駄っていうのが正直ある、あります、ある、ある。あ,あとだいたい約束破ります、あの、期待通りに。<うん S 1> でミョルムさんと話した時に、え、なんでこの人謙虚ながらこうやって言言いたいのは全部言うんだろうと思った。<うん S 1> 今日もそうじゃん。バカにしないでくりしゃいって言ったじゃん <laughs>。 <laughs> そうだから、それを高校生だったら偏ってって、そういう文句ばっかり言う集団と、完全に謙虚で自信もない人と、どっちにもこう、偏らずにこうやって綺麗にこう、真ん中、どっちにも行けるような柔軟性を持ってる、その、まあ素晴らしい長所です。これ持ってるのがヨルムさんだと思った。ありがとうございます。はい。なので、ヨルムさんは一通り全部やってほしいし、本当にこう、100日で成果を見せなくてもいいので、あの、いろんな感じてることを、 皆様に聞かせて欲しいです一番最初に言ったように今すごい勉強したくない時間それをどうやって説明をするか、はい、普通の高校生だったらいや、はい、よくわかんないですよねーとか知らねえよしか言わないかもしれないけど今日はそういう,う憂鬱な時間だよとかなんかこういうのがあってね、うん、でも友達とかに連絡したけど今日はちょっとつながらなくてねーみたいなうん、うん、でモチベーション下がるよねとかわか,かんないよ例えばこうやってちょっと、はい、本当に友達と電話してるような感覚で記録をしていきたいで成長見たいんですよ、はい、私は、うん、本当にだからやる ヨルムさんと,ちょっとうまくいけばずっとやりたいのが、はい、私次の本を出したりするときもヨルムさんが参加してほしいぐらいです、はいあ。びっくりしない。<laughs> あ,あ,あんまりもう最近も当たり前だと思ってんでね <laughs>。ごめんなさいね。分かった分かった。もう引退しようか、YouTube。<laughs> 引,退引退しようか。 え、嬉しくないあ、やらなくていいあの、あの、無理じゃないですよ。こっちからのお願いですよ。もし。はいはい、したいなー、みたいな感じ、はい。はい、はい、はい。で、今、ヨルムさんがどのぐらいできますか韓国語は全くできないです。全くできない読みは読みは、あの、間違っちゃう。 ことともあると思うんですけど日本語のなんて言うんですよ五十音、アイベイオとか、クキクキコとかは読めるので、それなんて言うんですかそれはシーンボインっていうじゃん。あっ、そうです、そうです。シーン言ってみて。シーンは、間違ってもいだ。カナダラマバサの方です。うん。ガナダラマバサ、アジャチャパタパハ。わぁ、日本語より発音いい。<laughs> やめてください <laughs>

か。か。か OK、いいですね。じゃあ、気合を入れて吹き出すような発音からいきましょう。はい。その3語の韓国語で覚えてる文章10個だけ言ってください。本に書いてたのだけでいいですかあ、それ覚えてたら素晴らしい。うん、ん今,今言ってもいいし、<の>5個だけ言ってみて本に書いてるやつ。ありがとうございます。それ3語じゃなくね <laughs> いや、でも書い,て書いてるんですよね。うん

목소리가 정말 정말 정정저니거 지분대 우곡하실 때 이렇게 나타시정정로 미엔아이 너 그래? 정정 오케이 정말 네 정말 정말 정잖아요 배로가 누구 못카나이면 정말 정말 좋으시네요 좋으시네요 목소리가 정말 목소리가 정말 정. 전. 정. 전. 연말 정말 연말 정말 정말, 정말 말, 말, 좋으시네요 좋으시네요 여러 가지 취미를 하시네요 여러 가지 취미를 하시네요 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 여러 가지 여러 가지 취미를 취미를 오 하시네요 하시네요 응. 그거 빨리 주세요 그거 빨리 음. 주세요 그거 빨리 주세요. 그거 빨리 주세요. 빨리. 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 <laughs> 빨리. 빨. 리 빨. 빨. 리. 리. 빨리. 빨리 빨리. 빨리데미 이거 많이. 미안해, <laughs> <laughs> 긁다 아, 이거. 아, 마, 케이터링 사건네. 이거 많이 독해요? 이거 많이 독해요? 이거 많이 독해요?

千円。そう、その千。千。千。ちょっと長くしてみようか。千。白千。今多分、ベロが前に出てるから、後ろ引いてみ。白千。そう、オッケー。白千。おう、ベリグ素晴らしい。 あの、さっきなんでこれがマニっていうの分かったこれ難しいのに。二十バッチームなのになんで一発で分かったんですかなんか韓国語の動画で解説してるのを一回見たことがあるんですよ。OK。それを一回覚えました。じゃあ次言ってみてください。はい。書くよ。はい。ケンチャーナ。おそう。そうなんですよ。<laughs> そうなんですよ。たら,んたらんまり。たかんまり。 これがたかまりだ。よたかまり。たくたってなんですかじゃ。たべ物ですよね。そうそうそう。たかまりってなんでしたっけ。たかまりって何のりまきですかあ違うね。たくはんまりなんだけど。はんまりのはんてなんだろうね。はん。はな、どうせねたぞ。はん。はんみょん。はんげ。そう。はんまりってなんだろう。 한 마리, 두 마리, 세 마리, 네 마리. 토리니そう、닭。鶏、鶏、鶏한 닭. 닭. 마리 って何한 마리. 한 마리, 두 마리, 세 마리, 네 마리, 다섯 마리. 뭔데쇼 뭔다를と思う 한, 한 명, 두 명, 세명 대우장. 소주 한 잔, 두 잔도가 우장 하나. 한, 한 마리 때나니 닭. 닭닭닭 닭. 1. 닭. 다음 뭐가来 推測でリリ1話そうそうなんですよ。1匹<ー> あの、まずこの食べ物だから、まさか一話っていう単語じゃないだろうみたいなこう自分の固定観念捨てて。鳥って言ったら一匹二匹みたいな感じじゃないですか、実際。そうだから食べ物だからとかっていう概念捨てた方がいいです。りました。これほんと捨てた方がいいよ、本当に。私もちょっとすごい違和感あるのが一番最初にホルモンとか理解するのにすごい時間かかったんです。韓国のホルモンって言ったら女性ホルモン、男性ホルモンのホルモンしかわかんないから、ホルモン焼肉って言ったら絶対理解できない。 それがだから自分の固定観念です。まだな、あの、なぎささんですよね。よるむさんは、若いし、はい、こういう固定観念を捨てましょう。はい、あ、食べ物だから名前これだよっていう推測よりは、え、鶏だったらこれ、だから、間違ってもいいので、まずたくさん言えるような推測をした方がいいです。ま、なるべく自分から言って。な,でなるべく冗談をたくさん言って、たくさんふざけて、たくさん聞いて、<laughs> たくさん経験を積んでいきましょう。わかりました。うん。多分、100日奇跡をスタートすると、はい、今、 2時間勉強するするとと読めますっていう動画と韓国で2 3日喋るやつ単語これだけででいいですよってやつと韓国語を勉強する順番、この3つの中でこう1月も8割ぐらいがこの動画で入ってきたんですよ。はい、あんなに楽しい木版とかトーク編とか出して伸びても、はいうん、韓国語で登録するんですよ、みんな。大体、うん、いい高校生です。100日奇跡を出すと、はい、ヨルムさんの言う1つの単語とか、心境とかがあの人たちが見たい内容になる。 なので別に責任感持ってっていう意味じゃなくて正直に正直にいいですか楽しいことがあればすごい楽しさをアピールしてほしいし正直今今日は本当にこれ以上は無理っていう時もあるしいつ集中力が切れることかっていうのも多分あると思うのでそうしましょうはいそうしますで大学歯科衛生ですよねその後の就職は日本まだ全然わかんないんですけど 今のところは日本だと思います。うん、だからどうなるかわかんないでしょ。はい。うん、わかりました。あ、またオープンチャットで連絡しますのでよろしくお願いします。はわ、い、かりました。はい、ありがとうございます。